この動画を開いたそこの君、さあ恥ずかしがらずにチャンネル登録するんだ。いやー今日もいい天気だな。あまりにもいい天気だから女湯入りたくなるな。おーい、ハルタイル20。お、この声は、しげる。やあ、ハルタイル20、何してんの？あ、もしもしポリスね。私の家に不審者がいるのですが。ちょっと待って、ハルタイル20。なんで僕は通報されなきゃいけないのさ。なんでじゃねえよ。お前誰だよ。しげるっぽいけど、お前誰だよ。僕はボハラしげるだよ。パピーとマミーがファックして生まれた物体だよ。仮にシエルだとしても変わりすぎだよ。真核性の変化だな、まだしも。お前もう別人になってんじゃん。何わめいてんだ、アルタイル20。この声は竹蔵。聞いてくれ。シエルが謎生物に。竹蔵！どうしたんだよ、アルタイル20。お前がどうしたんだよ。シエル以上に原型なくなってんじゃねえか。何言ってんだ。俺は俺だぞ。全く竹蔵じゃねえよ。もう竹蔵要素ねえじゃん。おい、アルタイル20、叫んでどうしたんだ。あ、よかった。まさきはいつも通りだった。いや、突っ込めよ。どう見ても俺じゃなくなってんじゃん。ネイディになってんじゃねえか。いや、まさきって前からこんな感じじゃなかった？カッコの中に本音入れてんじゃねえよ。もういい。もうたくさんだ。爆発してやる。おーい、アルタイル20。起きろー。早く起きないとマサキがゲロを吐くぞ。なんで俺がゲロを吐かなきゃなんねえんだよ。え、モテモテふんどし？は？みんなの声がする？アルタイル20、お前大丈夫か？発情期の猫みたいな声出してたよ。悪夢でも見てたのか？なんだ、夢だったのか？大丈夫？おっぱい揉む？よかった。お前らはいつも通りだな。マサキも割といつも通りだな。ゲセヌ！いや、おかしいだろ。なんで俺だけネギになってんだよ。っていうか、お前らなんでこの姿に何の疑問も持たねえんだよ。あ、これいつものマサキじゃないな。まあ、どうでもいいわ。ゲセヌ！